listening to Shibuya Cross FM。いつもアゲアゲケスカッチンでクレイジーハイテンションなパーソナリティがラッキーライキークラッキーダンスダンスダンスな時をお送りする。そういえばありがとう平成、略してシブラジー。この番組は合同会社パッションネの提供でお送りいたします。こんばんはこんばんは。はい、ね、このこんばんははおかしいなんでここから始まるの。はい、いいじゃんね、別に何も違和感なかったですよ、うん、はい、各週日曜日18時から1時間の生放送、素敵なゲストをお迎えしてお送りするエンタメ番組です。略してシブラジ。この番組は渋谷シラックスカルチャービレッジ1階にありますサテライトスタジオよりお届けしております。こちらの番組では番組を支援してくださるスポンサーも募集しております。ご興味ある方は渋谷でラジオ @gmail.com までお問い合わせをお願いいたします。この番組は渋谷クロス FM のホームページより動画配信も行っております。放送内容は2週間後に渋谷クロス FM の YouTube アカウントにてアップされますので、そちらもチェックお願いいたします。今回のパーソナリティはダンサー&ボーカリストとして都内中心に活動しておりますゆきやと、歌って踊れる秋葉系ドンファダディスターつながりやと、アニメは全話一気見、謎仮面デュークの3名でお届けいたします。はいね、早速なんですけれどもね、はいはい、前回ちょっとお時間がなくてですね、お便りの方がご紹介できなかったのでご紹介していきたいと思います。はい、ペンネーム、まーちゃんさんからありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。後半戦に入りましたが、残り6ヶ月の目標はありますか？私はまず健康に過ごして大晦日を迎えたいです。北海道に住んでいるので感染が収束したら渋谷クロス FM に観覧して皆さんに会いたいです。ありがとうございますね。ぜひぜひ。北海道からお待ちしておる。いや本当にね、で6ヶ月目の目標、6ヶ月の目標か6ヶ月目の目標じゃないね目標、6ヶ月の目標どうですか？いやね、ダンスのクオリティ上げたい。おお、今のクオリティがどのくらいなのかわからない。いやでも結構リアちゃんね、ダンスしてるイメージあるけど。今はね、なんかで多分小学生レベルですよ。いや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 。そう、なのでなんか待って、それが小学生レベル？レベル？じゃあ僕何？なのでなんかポールでなんかくるくる回れるレベルまでいけたらいいなと思います。ソロダンスなんですか？そっちやりたい。あー、なるほどね。やりたいですよね。ゆきやちゃんは？私の目標は、一人暮らしを始めたばっかりなんですけれども、全く料理をしていなくて、毎日カップラーメン食べてるんですよ。それは悪い。なので、そう、ちょっとそのフライパンとか包丁とかまず買って、うん、炊飯器とかいろいろ買おうかなみたいな、そこから始めようかなみたいな、まず機材がないからっていう何をしようにも。そう、機材なかったら作れないからね。はい、はい、僕はですね、二次元になります。すごいこと言った。何を言ってる何を言ってるの。いや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 、さ、よくあるじゃん、今 VTuber。 あ、そういうことか。そう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 、ちょっとそっち側の方にね、になるの。僕はもう3次元から2次元に転生するんで。お、僕はもうね、2次元大好きなんでね。乞うご期待、頑張ってください。はい、まあ、ちょっと楽しみにしてください。はい、はい、はい、ということでね、そろそろじゃあ個人コーナーの方に、移りたいと思います。はい、最初は僕のコーナーから、謎仮面リューク厳選。ふう、なるほど、素晴らしい、誰得アニメ言。イエーイ。今は心に残るアニメ言はあるかということで、このコーナーは謎仮面デュークが数あるアニメの中でこれは実際使えるためになるという名言を紹介していきながら、おすすめのアニメを紹介していくコーナーです。今回紹介していくのは、最近流行っている異世界転生系の中でもですね、まあ、これを選んでくるかっていうものを選んできたんですけども、バラエティに富んでおり、まあ、その世界観と面白さで人気となり、スマホゲームにもなっているライトノベルが原作のアニメ、この素晴らしい世界に祝福をから紹介したいと思います。知ってますか？名前だけですね。名前だけ知ってる、うん。まあ、これちょっとね、結構男性向けなのかなっていうのはあるんですけれども、うん、ちょっとね、知らない方のために紹介していきたいと思います。はい、こちらなんですが、異世界転生系のですね、アニメ大好きなんですけれども、まあ、異世界アニメって、まあ、大体主人公がチート的な能力を持っていて魔王的なボスを倒してしまうような、まあ、熱いバトル系のものが多いんですけれども、まあ、今回紹介するこの素晴らしい世界に祝福をというアニメは、主人公がそもそもあまりやる気がないので、まあ、欠点がある仲間たちと、まあ、借金返済のために冒険に出かけるゆるい異世界系バラエティ、アニメとなっております。はい、その中でですね、今回紹介させていただくのが、女神様っていうのがいるんですけど、その女神アクアを信教する信教教徒の教訓みたいなと
ところからですね、ちょっと面白いものがありましたので、キョキョキョちょっとね面白いものがありましたので、ね、紹介したいと思います、はいはい、何時老後を恐れるなかれ、未来のあなたが笑っているか、それは神でもわからない、なら今だけでも笑いなさい、はい、いやいやいや、ちょっと待って、なんでいつもこの反応これ、ね、うちさ、久しぶりに画面さんの横座ったら、うん、画面さんのカンペが綺麗すぎて、そっちにすごーいって、そうなんだ、あ、そこじゃない、そこじゃない、そっちにすごーいってなっちゃった、ね、あの、そこじゃないからまあこれね、アクシズ教という教えの一部なんですけれども、まあ、人をダメ人間にするというか、結構すごいこと言ってるんですが、また悩んでいても仕方ないと、未来がどうなるのかわからないから今だけでも笑おうと、まあ、そんなねポジティブな表現が好きだったので選ばせてもらいました。いいお言葉だ ね、はい、真面目なのはいいことなんですけどもね、真面目すぎると疲れてしまうので、皆さんほどほどに楽しくいきましょう。はい、うん、はい、まあ、スマホゲームで、続きのエピソードがあったりするので、僕はそれでこのゆるいアニメを楽しんでいます。第3期あるのか分かりませんが、密かに楽しみにしています。皆さんも、ぜひぜひ見てみてください。このコーナーではみんなが好きなアニメ、どんなアニメでも構わないので、心に響いた自分の好きなアニメの名言を募集している、紹介したいので僕に教えてくれ。というわけで、のぞこめんリューク厳選、ふーん、なるほど、素晴らしい、誰得アニメ言のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。幸せのレクイエム。聞いていただいた幸せのレクイエムは iTunes、LINE ミュージックなど各種音楽サイトにて配信中です。続きまして、つながりやのコーナーに行きたいと思います。3次元からの脱出、ありがとう。さあ、ここは渋谷、しかし秋葉原も渋谷から30分で行けちゃう、とてもいいところでございます。秋葉原をこよなく愛する私、つながりやが秋葉原の良いところをお伝えしていくというコーナーでございます。今までね、このコーナーでは私が実際にお邪魔したことのあるお店とか場所をご紹介してきたわけですけれども、実は私がまだ怖くて行けてないお店があるんです。何、どんなに怖いんですか？今回ご紹介いたしますのは、ご飯どころ足立さんです。全然怖そうじゃない、ね、普通のなんかお店な感じ、うん、秋葉原通の方はご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、ご飯どころ足立さんは、まあ、昼は定食屋、夜は居酒屋として営業してまして、なんとデカ盛りのインパクトが秋葉原ナンバーワンのお店でございます。リュウさん、この間もデカ盛り紹介してましたね。そう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 、僕も思った。それを超えるんだよ、ね、おい、秋葉原デカ盛り多いんだ、うん、唐揚げやコロッケ、天ぷらなどたくさんのおかずがセットになった足立サービスセットは特にインパクトがありまして、おかずだけでもかなりの量なんだけども、このお店の特徴はなんとご飯の量なの。はあ、あのね、一番少ない量でも 600g。 うわ、待って、ま、待って、待って、食べれん食べれん、大盛りはなんと2升もあります。それ本当にやばいやつ、やばくない？すごいね。そう、大食いチャレ
ンジとかをしてる人でも驚きの量だと思うんですけども、ご飯もおかずも美味しさには一切手抜きをしてないそうですので、まあ、白米が大好きという方、まあ、ハロペコで死にそうだよという方はぜひぜひ行ってみていただきたいと思います。そしてお店のご主人がいるんですけど、ご主人のキャラも人気で、まあ、江戸っ子気質の明るいトーク上手なご主人だそうなので、よかったらお話をしてみてください。でこのお店は50年前に始めたお店で、当時の秋葉原には青果市場があったんですって。でその市場で働く人々の食堂としてにぎわっていたそうです。ございます。でその市場が移ったんですけども、移った今でも現在のご主人が味と量の店を守り続けているそうでございます。まあ、ボリュームナンバーワンおかわり、ね、無料が気になった方はですね、ぜひ一度ご飯どころ足立さんに訪れてみてはいかがでしょうか。以上、つながり屋の3次元からの脱出でした。行ってみたい。ここそれではここで一曲お聴きください。つながり屋で桃盛りのイノセントボーイ。大好きな香りに包まれて、特別な桃色に染まりたい。あなたに近づきたくて、だけど体がつくて、一緒に交わりたくて、心全部でぶつかった。ビートに刻まれる声も、しなやかに踊る体も、私だけに見せて。 I'm a crowd about you darling。 小悪魔な笑顔で近づいて、気まぐれに甘い蜜で誘った。あの頃憧れていたキラキラの画面の中、この想いつながってく、今ここから始まってく。強い腕で抱く甘さも、痛くて感じる言葉も、私だけに見せて。 I'm a crush about you darling。つながり屋で桃盛りのイノセントボーイをお聴きいただきました。こちらはレコチョクや iTunes などからダウンロードできます。ぜひ聴いてみてください。続きまして、ゆきやのトレンドリサーチ情報局。イエーイ。こちらのコーナーは今流行っているものやちょっとためになるプチ情報をお届けするコーナーです。こちらのコーナーで紹介するものは、世の中で流行っているものからゆきや個人的に流行っているものまで様々なので、あしからずということで、そう、最初に保険をかけとくっていうね、あ、いいんですけど、皆さん、自民党とか共産党とかあるけれど、はい、ゆきあちゃん、チョコミン党です。わーあれ、面白くない？チョコミン党が好きってことかな。あれ面白くない？でもね、実は私もチョコミン党なんです。僕もチョコミン党好きですよ。あ、それならよかった。ですね、今年のチョコミントについてまとめてきました。チョコミントってやっぱり夏になるとめちゃめちゃ出現してくるんですけど、本当に本当にアイスではやっぱりチョコミントがナンバーワンと私は思うんですよ。はい、で、なんで夏だけなんですかね。スカッとするからじゃない？なんかスカッとするじゃん。そうだよね、ミントだからさ。うん、じゃあそうだ。で、で、まあ、チョコミントは好き嫌いも激しく分かれるかと思うのですけれども、はい、今年のチョコミントを紹介していこうと思います。はい、で、アイスは定番なんで端折ります。はい、はい、はい、いきます。手作りバームクーヘン専門店、千年の木さんのチョコミントバームクーヘン。斬新。気になる？気になる？すごいね。そう、チョコミントバームクーヘンだから、そう、バームクーヘンがそもそもチョコミントのムースになってるらしいっていうね、やつ。続きまして、はい、タピオカチーズティー専門店のタピチティースタンドさんで、タピオカに、そもそもここのやつってミルクティーにチーズクリームが入ってて、
そこにタピオカが入ってるんですけど、はい、そこにさらにミントシロップとチョコソースが入ってるっていう盛りだくさん、はい、ちょっとあまり美味しくなさそうなんだけどこってりしてるのかさっぱりしてるのか、そうそう、ちょっと気になるなと思って、やっぱチョコミン党だからチョコミン党を代表して頼もうかなっていうふうに思いました。はい、続きまして、うん、オレオのミントクリーム味。あ、それは美味しそう。ほう、そう、これはね、多分ね、うん、本当にチョコミント好きな人なら待ってましたって感じ。うんうんうん、うん、でもなんかチョコミントって歯磨き粉だよねって思う人は、いやマジでやばいってなると思います。それは普通のオレオ食べたらいい、うん、あ、そうね次、はい、パンケーキエッグスシングスさん、うんうんうん、チョコミントパンケーキ。おー、そう、これはあのいつもの普通のパンケーキにあの青いソースがズワーってかかって、かかってるね、そこなんだ。そうそうそう、パンケーキ側じゃない、あ、じゃなくて練り込んだわけじゃないってことか、じゃなくて、もう滝のようにジュワーッ、チョコとミントが、そうです、そうですってなっていて、見た目的にはちょっと体に悪そうだった。うん、うん、え、でも私めちゃめちゃ美味しそうと思いました。うん、うん、はい、はい、次、ギャレットポップコーン。これね、これが一番好きになる。ギャレットポップコーンか。そう、原宿にあるやつなんですけど、ミント味のポップコーンとチョコ味のポップコーンがブワーって混ざってて、見た目も超インスタ映えで今話題になっているそうです。え、だってミント味だけを食べたらミント味ってことですよね。あ、そうです。あ、一緒に食べなきゃいけないでしょ。そうそう、チョコ味とミント味は2個を口に含んだ方がいいんじゃない。なるほどね。っていう感じと、で、はい、一番びっくりしたのがダブルミントチョコレートスタウトっていうビールもあるらしい。ビール、そう、なんか黒ビールとかはあるけど、チョコミントビールまでなんとできてしまっておりました。雪屋調べ2020でした。はい、いい情報なので、はい、あの多分知らなかったものもあったと思うし、知ってるものもあったかもしれないんですけど、もし今聞いてくださっている方でチョコミントの人がいましたら、ぜひともお試しいただければなと思います。私も試してみたいと思います。はい、はい、ということで、雪屋のトレンドリサーチ情報局でした。ここで1曲お届けします。モーメンツ。すれ違う人並みかき分けて、太陽の下何かが始まる予感、永遠に続くわけないのに、私にとってはやっぱり特別で、来年もまた夏は来るのに、もう二度と会えない気がするのはなんで、一緒にいれたらどんなことでもいいよ、一年後またここで雪屋ファースト EP サマーモーメンツからモーメンツをお届けいたしました。各配信サイトよりダウンロードできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。続きまして、こちらのコーナーに行きたいと思います。なんだこの怪しげな感じなんだ。誰が一番貴族っぽい生活をしているか選手権。まあね、あのアーティストたるもの、セレブでいたい気持ちはどこかにあったりするじゃないですか。はい、タワマンに住みたいです、はい、私も。ね、あの、実際の生活でここはちょっとセレブっぽいかもしれないというところを、うん、まあ、競うコーナーでございます。はい、ではあの最初に、はい、セレブっぽい発言を、はい、してくれてたこのコーナーを。え、恥ずかしくない？なんか生きってるみたいにならない？あの自己紹介をしてから、セレブ感を出して自己紹介をしてからこのコーナーに入っていきたいと思います。セレブ感を出して、はい、ゆきやさん。
もう始まってるんですね。あ、さようでございますかみたいな。待って、いきます。ハーゲンダッツのことをダッツって呼んでます。ゆきやです。ハーゲンダッツとか別に高級とか本当思ってなくて、ハーゲンダッツっていうかもうダッツみたいな感じですかね、私にとっては。はい、なんでシーンとなるの。そういう感じなんだ。え、違うなんかハーゲンダッツってすごい高級でセレブじゃないですか。確かに高いです。でも私はもっと親近感とか親しいよみたいな。ダッツと親しいよ、うち。え、それ伝わる他の人に。ダッツ買ってきたんだけどみたいな。それなんだそれって。そう、でもハーゲンよりはまだダッツの方が伝わる。あれ、そんなことない。ハーゲンの方がなんかそれっぽい。感触悪すぎる。やばい、負けそうこの選手権。じゃあ次リアね。はい、サンドの飯はカレーがいい、つながリアです。え、どういうこと。セレブ感あった今の。え、カレーだよみんな。え、どういうこと。本当にわからない私。いや、僕もわからなかった。え、これなんかサンドの飯がおにぎりだよって言ったらなんか庶民派じゃないですか、うん、サンドの飯はカレーがいい。え、伝わんないのこれ。え、そこパエリアとかの方がいいんじゃないですか。え、ほんと。カレーのが美味しいよ。あ、まあ、そうですね、うん、じゃあ次仮面さん。いやあ皆さん、ごきげんよう。謎仮面デュークだ。今日の僕のモーニングメニューはライスと味噌スープだ。あと目玉焼きだ。ちなみに僕は醤油派だ。以上だ。なんだこの野郎。意外とメニューが庶民派だった。待って、これちょっとさ、この企画やばくない。いや、これ仮面さんのための企画みたいな感じだったんですよ。そうですよね。そう、ね、てっきり貴族的な生活をなさってるんだろうな。貴族的じゃないですかこれ。洋服はね、うん、朝、みんなちゃんとご飯食べてます。え、食べてます。本当に、はい、あ、そうかなかなかね、みんなご飯と味噌汁とね、目玉焼きとかね、鮭とか。そういうことか、優雅な時間を過ごしてるよみたいなアピール。そういうこと。そういう感じ。なるほどね、うん、では本編に入っていきたいと思います。これ本編じゃない。え、どこから本編。不安すぎてしょうがないですけど。本編って何。え、だって私今のじゃないの。今の聞いても誰が一番セレブだったかいまいちピンときてないんです。ここなんかエピローグ的な感じです。まだ、あ、まだ序章に過ぎない。ここからですよ、アピールタイムは。あ、わかりました。え、どういうこと。ではゆきやちゃんお願いします。全然ルール。え、どうアピールすればいいんですか。セレブ的な。いや、セレブ的なね、OK です。あ、コンビニとかでお茶を買うときはちょっと高いのだけれども特茶を買います。おー、どうですか。え、セレブ。セレブセレブ。でもセレブは特茶じゃない。プチ系プチだな。プチ系だよね。え、そう。なんかプチ系ちょっとでも高いもんね。そうだね、特茶高いし、ちょっと高いような。そう、セレブは特茶じゃない、うん、もっとなんかさ、違うんだ、紅茶のなんかもっと高いやつがあったりするよね。特茶セレクト、ね、これちょっと負けたわ、やだ、なんか全然、うん、もうやだ。はい、次は。これは私勝ちに行きますよ、うん、はい、自宅に使ってない枕が3つある。もともとですよ、1つ使ってないのあったんですよ、はい、で先日お誕生日プレゼントで枕いただいたのとゲーセンで取った枕が あって増えちゃったんですよね。あ、でせっかくなんでそのプレゼントしていただいたのを今使ってて、でもともと使ってたのはなんか足元にあります。足元。それはなんてことだ。置き場がなくて。え、これはセレブじゃない、枕こんな3つも。いや、セレブなの。確かにセレブなのか。まあ、枕3つあるからね。確かにね、使わないからね。私は1個しかないから、私よりはセレブですよ。確かに、僕よりもセレブだわ。ほら、うん、じゃあ次、仮面さん。超シュールこの。いや、皆さん、ごきげんよう。謎仮面リュークだ。僕が夜お供にする飲み物ですね。ワイングラスに、うん、コーラを注ぎ込んで、たしなんでいる。コーラにはな、カフェインがあるからな、眠くならなくなっちゃうからな、みんな真似しないように。え、はい、終わり。
なんでだってさ、いや、うん、僕お酒弱いんですよ。あーね、ワイングラスあるんだよ、うん、ワイングラスあるんだけどコーラをね、はい、まさかの、はい、いいと思います、ね、ちょっとセレブっぽくない？あー、うん、まあ一見ねワイン飲んでんのかな風だよね。そう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 、そういう感じ。コーラがお好きな仮面さんでした。なんだこのしんみりした感じ、ね、なんかさやばいね。いやこれ大丈夫？え、うん大丈夫。なんかじわじわ面白くなってくるやつだこれ。うん、じゃあ行くよ、2周目。はい、2周目。今の結果は出さずに全ての総合得点できそうですね。そうです、もちろん。あ、わかりました。はい、いきます。はい、たい焼きを買うときにクロワッサンたい焼きにする。おいしいね。クロワッサンたい焼き美味しいよね。美味しい、僕も好きだ。あれでもちょっと高い。そうだね、確かに確かにちょっと高いね。そう、あー、うん、なんかパンチ弱い、もしかして。え、そうだね、なんかまたプチセレブ的な、全員まだちょっと弱いんだよね。あのね、庶民なんだよね。だから生きてるみたいにならないって言ったんでしょ最初に。うん、あのうん、難しいね。難しい。でも私的にはそれがセレブ。でも私は勝ちに行きたい。はい、いいですか？どうぞ。コーンフレークにかけるのは豆乳じゃなくて牛乳。え、当たり前じゃないの？あのうち実はフルグラのシリーズがいっぱいあるんですけども、あのフルグラとかにかけるのは、まあ、世の中の現代の女子はカロリーとかを気にして豆乳にする方多いと思うんです。そうなんだ。私はあえて牛乳かけちゃいます。牛乳の方が美味しい。牛乳の方が絶対美味しい。牛乳の方が絶対美味しい。僕にとって普通すぎたんだけど。そう、どうする？私もうちらセレブだから普通でしたわ。余裕だった。そうか、うん、もうコーヒー牛乳かけちゃうから僕。ええ？それだけは信じられない。いやいやいや、コーヒー、普通のさ、シュガー系だったらコーヒー牛乳でもよくない？味変わっちゃうじゃん。ねえ、ちょっと信じられない。まあ味変わっちゃうけどさ。それはダメだ。ダメ。え、ダメなの？牛乳牛乳よりもセレブじゃん。いやもうこれやばくない？これセレブじゃないよ全然。これ多分誰もセレブじゃないよ。じゃあそろそろ、うん、結果を出したいと思います。はい、誰が一番セレブでしたか？いやもうセレブじゃないよみんな。みんなセレブじゃなかった。え、これ何、このみんなセレブじゃなかったけどその中でも決めた方がいいんですか？じゃあチョイセレブということで。チョイセレブ。どうなんだこれ。でも私は私が一番セレブだなって。いや私も私が一番セレブだと思う。いや僕もね、ワイングラスが持ってるからね。じゃあ引き分け。結局そういう流れじゃん。毎回同じような流れ。本当にカオス。本当にカオス。本当にすごいねこれね、うん、この企画ね。なんかちょっとあれに似てるね、あのスギちゃんのワイルドだろうみたいな感じに似てるね。もうね、僕のために作ってくれた企画かもしれないんですけどね、ちょっとね、うん、恐ろしいですねこれね。微妙だった。はい、じゃあドローということで。はい、はい、ではまあね、なんかいずれね、私たちの全員ね、貴族っぽい生活になれることを夢見て、これからも頑張っていきたいなと思います。はい、では誰が一番貴族っぽい生活をしているか選手権でした。はい、さてここからは、素敵なゲストさんを迎えてお送りしたい。違うよ、キメさんの曲だよ。曲だよ。あ、その前に僕の曲を聴いていただければと思います。オリジナルソング時の海。
今聞いていただいた時のみは各種音楽サイトにて配信中です。はい、さてここからは、素敵なゲストさんを迎えしてお送りしていきたいと思います。第32回目のゲストは、オレメスホのキャストの、お二人さんです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。また来ました。はいはいはい、ももかちゃんこんにちは。ねこんにちは。ももかちゃんそっちなんだね。しれっとゲストだけどちょっと説明してどういうこと。いや、オレメスホ参加してるんですよ。 MC サボっておきながら。MC サボってない。サボってない。今日はね、ちょっとゲストで来させていただいております。じゃあね、今日はね、ゲストの会にね、そんな活動もしてたんだね。そうです。まあ、知ってたんだけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。打ち合わせしてるからね。ね、ということで、はい、自己紹介の方からではね、していっていただきたいと思います。はい、はい、もうね、5回目ですよね。そうですね、5回目ぐらいなんでね。もうだいぶ覚えてくれてたんじゃないんですか。私たちは完璧よ、ね、あ、完璧そう、ね、最高です。完璧ですか。ありがとうございます。初めて聞いてる人もいるかもしれないので、ね、ですね、簡単にね、はい、はい、初めての方のために、俺がギャルゲー世界のヒロインたちを無双する、略して俺無双、主人公役の、松尾陽恵役の朝比奈青音です。よろしくお願いします。久本寺幸役の黒須山岡です。よろしくお願いします。ということで、恋愛の朗読劇、あれ、うん、合ってますよね。合ってます。ギャルゲーの恋愛のちょっとエッチな朗読劇。そうです。そうですけど、ちょっとえっていうところはちょっと隠していただいて。男性ですよ、普通の。あ、本当ですか。そのね、その思春期の男性ですよ。そう、はい、思春期のオレムソの声優さん、声優キャストさん。そうです、キャストですね。の二人に来ていただいております。ありがとうございます。ちなみにこの番組ではもう月に1回は絶対来てもらってます。はい、なので覚えてくださいね。お願いします。心枠でしかやらないね、ショートドラマみたいなのが、うん、今日もあると思いますのでね、ぜひぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、はい、今日はそれ、あ、作品紹介をしてもらっていいんですか。あ、そうですね、覚えてない人たちのために覚えてほしいので教えて差し上げて。はい、教えて差し上げます。はい、ですね、とあるきっかけで主人公、松尾陽恵は大好きなギャルゲーの世界に入ってしまい、そこでヒロインたちとハプニングありのドキドキな恋愛を繰り広げていく、そんなストーリーになっています。うん、で、今回ですね、初めてこう久本寺ゆき役のももかちゃんと一緒にショート、はい、ショートストーリーをやらせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。今日ストーリーが見れるんですよ、皆さん。見れます。見えます。このラジオ限定の、そうです、この日限りのそう、この日限りの、そうです、そう、ね、ショートストーリーが見れますので。はい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 、どうなんですか、そう、やってみて。やってみて。お二人の息は合ってるんですか。お二人の息は合ってますね。合ってます。言えないよね。いや、もう妖艶的にはもうすごい合ってるなって、相性いいなって、一番いいかもしれない。あ、やった。妖艶くんとゆきちゃんは友達ですよね。そうですね、同じクラスメートですね。あ、クラスメート、同じ学校に通ってるクラスメート。そう、同じクラスメートでございます。なるほど、そうです、ね、仲がいいですね。そこから恋愛に発展するんですか。お、恋愛に発展したいなっていう妖艶の気持ち。妖艶くんはそう思ってる。ギャルゲーですか、いろんなところにフラグが立つんですよ。あ、そうなんですね。伏線が張ってるもんね。詳しいですね。あれ、詳しくない。あれ、詳しくないんかい。詳しくない。あれ、いろいろ調べてくれてるのかな。じゃあ妖艶くんからしたら一番楽しい時期ですね。そう、楽しい時期です。あ、なるほどなるほど。そう、いろいろ妄想して楽しい時期です。でも女の子たちも一応こう妖艶のことが好きかなっていう感じでは来てくれてるはずです。あ、そうなんですね。妖艶くんもちゃんとモテるんですね。一応、まあ、モテるっていう感じではないんですけど、うん、モテるっていう感じではないんですけど、主人公だからね。主人公要素ということで。モテるよっていう。なぜモテるかわからないけどモテちゃう。モテちゃう。そう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 。詳しいですね。いやいや、詳しい。めちゃめちゃ否定するやんって。ももかちゃんの久本寺ゆきちゃんはどういうキャラクターなんですか。キャラクター紹介いいですか。はい、ね、久本寺ゆきちゃんはですね、誕生日が12月24日の血液型 A 型で、純情真面目なお嬢様っていう役でございます。あ、お嬢様なんだ。お嬢様です。だからすごい清楚な、ぴったりだね。ぴったりですかね。髪の毛緑とか青じゃあの色落ちしてね、青からちょっと緑になってしまいましたがそうなんです。純情ですごい、なんて言うんだろうな、言葉遣いも綺麗だし、ほんとザ女の子みたいな感じの
ぴったり女の子でございます。本当すごい変わるんだよね、ももかちゃん。ももかちゃんの演技が、ももかちゃんが普段そうじゃないみたいになってる。やめなよ。え、お姉さん、ちょっとそういうこと言ってるんじゃない、そういうこと。あ、すごい失礼なこと。なんですか、ももかちゃんの普段のももかちゃんの良さがあると思うんだけど、演技をすると違うんですよね。そう、私も思ったんですよ。本当すごい。本当ですか、びっくりする。変わります。ももかちゃんの普段の喋り方が結構ハスキーで、なんか落ち着いてる。なんか、あ、そうっすね。あれ、ヤンキーって言いたいのかな。やばいやばい、たまたま系かなって思ってたんですけど、先ほど紹介の動画を聞いたら、こんな可愛い声出るんだって思って。いつも出して、いつも出して、いつも出して、出した方がいいよ、あれ。出した方がいいよ。普段否定されてるもんだ。好きな男性の前であの声かもしれない。好きな人の前だ。そう、すっごい可愛かった。それは内緒で、それは内緒の内緒に内緒だ。そしたら、松尾陽恵さんのキャラクター紹介もお願いします。はい、松尾陽恵、もうね、何回か言ってるんですけど、普通の男子高校2年生なんですが、そうですね、私が演じるのが困るほどしつこんで、むっつりスケベって、もうね、たくさん、うん、こう変態と、うん、たくさん要素が詰まっております。そうですね、はい、とてもたくさん詰まってる、はい、もうね、5人のヒロインたちと不格好だけど面白おかしく恋愛していくので、うん、その妖艶の姿をぜひ見ていただけたらなと思います。はい、はい、お願いします。仮面さんは共感しながら見てるってことですもんね。いやいやいや、なんでなんで、え、共感してないんですか。いや、共感する。でもさっきすごい詳しかったから。共感してると思ってました、私は。共感してる。共感するよ。あ、共感してた。ありがとうございます。仮面さん、タジタジになって答えられなくなった。3対1だった。え、ハマってたよねみたいな。え、好きって言ったよねみたいな。女って怖いですね。すいません、ごめんなさい。で、こんなところで、はい、一本 YouTube で紹介動画流しましょうか。はい、お願いします。はい、そうですね。で、それが、矢野桃香ちゃんが演じる九品仁由紀の、ボイス動画になっています。はい、はい、お願いします。どうぞ。どうぞ。皆様、はじめまして、九品仁由紀です。自己紹介をしてくださいとのことでこの場にいるのですが、何を話したらいいのやら。改めまして、九品仁由紀です。誕生日は12月24日、血液型は A型です。陽恵くんと同じクラスで毎日楽しく学校生活を送っています。あ、たまちゃんとも。部活は吹奏楽部でクラリネットを担当しています。今度発表会があるので本番に向けて一生懸命練習中です。発表会まで放課後、みんなと一緒に帰れないのは寂しいですが、見に来てくださるあなたのためにももっと頑張りたいので見に来てくれますよね。それともう一つお願いがあるのですが、今年のクリスマスイブ、私と一緒に過ごしてくれませんか。俺がギャルゲー世界でヒロインたちを無双する、略して俺無双。毎月9日、目黒カフェにて、沼朗読劇、そして YouTube にて公開しています。チケット予約は推しの声優さんの Twitter をチェックしてください。あ、あとチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱり可愛いね。可愛い。あ、本当ですか？可愛い。やだ。僕がね、本当に可愛かった。可愛かったですか？僕が主人公だったらこのキャラ攻略しますわ。ね、あ、いや、そうですか、やった、やった。人気キャラクター投票とかあったら絶対上位に。あ、言いますかね。そうですね。いてほしい。いてほしい。今聞いてても一番あの彼女にしたいのは九品仁由紀っていうの。人気高いんだね。聞きますね。ライバル多いな。でも俺もそうに出てくる女の子のキャラクターってみんな特徴的で、なんかみんな男性のツボを抑えてる。なんか完璧な人たちがいっぱい出てくる感じしますけどね。そうですね、いろんな要素が、隠れ巨乳とか、そう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 、いっぱいいますね。いいね、じゃあ1位狙っていきな。頑張ります。1位狙います。私が1位狙わせます。東京でね。はい、すごい素敵。そうですね。はい、この声の変わりようは練習したんですか。練習、あの、もともとあのダンス&ボーカルグループで活動したいって思ってた前が声優さんになりたかったんですよ。あ、そうなんですか。そうで、中学生ぐらいの時は声優さん目指してたんですけど、これは演技力がなさすぎて私には向いてないと思って。あれ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 。そうなんですよ。だからもともと歌は好きだったし、あの AAA さんのライブに初めて見てた時に、あ、ダンス&ボーカルってすごいかっこいいと思って、そこでダンス&ボーカル目指すようになったので、声優さんはちょっとあの夢はただれました、普通に。いや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 、
でもやれてるね、やれてる、すごい素敵。まあなんかすごくいい形でやらせていただいてるので楽しくやらせてます。お母さんね、やりたいこと全部できてね、はい、本当にお母さん、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 すごいお母さんですよかったわーあの朗読劇今日見れるんですよね、うん、はい、そうです、そうです。え、朗読劇やります。いいですか、突然振っても。あ、振っても、はい、心の用意がとかあります？大丈夫です。あ、心の用意はできるやりますいや、ぜひね、ももちゃんの演技を見ていただければと、はい、楽しみ。お二人の声の変わりようねだってね、男性の役やるんですもんね。男性で、男性役です。男性役です、男性役です性別が変わるからね。そうそう、性別変わるから。そう、じゃあやってもいいですか。はい、お願いします。どうぞ。俺無双しぶらじオリジナル第3話、ゆきと放課後。勉強したくねー。急にどうしたの、ようえくん。いや、もう勉強したくなさすぎて恋愛だけしていたい。でも、そういうわけにはいかないでしょ。でも、でも、世の中の学園もののドラマとかは恋愛ばっかりしてるし、現実はもっと色恋にあふれていいと思うんだ。言いたいこともわからなくないけど、一応勉強もしておかないと。私たちも2年生だし、来年の受験のこと考えないと。ようえくんは進路とかもう決まってるの？ハーレムを作る。え？いや、違う。大学進学かな。全然ごまかせてない。大学進学、大学進学なのね。どこの大学なのか聞いておけば。いえ、むしろ私の行く大学を教えておく。そうすればクホンジさん。あ、いや、なんでもないのクホンジさんはさぞかしいい大学に行くんだろうな。そんな、私もまだちゃんと決まってなくて、これからどうしようかなって。へえ、意外。クホンジさんはてっきり頭のいい大学に行って、いい会社に入ってっていう計画を立ててるもんだと。お父さんやお母さんには言われてるんだけど、私自身なんかピンとこなくて。あるあるだな。俺もこっち来る前まで大学はどこだとか、公務員になれとか散々言われてたな。こっち？転校してくる前？ああ、そう、そういうこと。クホンジさんってさ、小さい時の将来の夢ってあった？道徳の時間とかに書いたりさ。ああ、あんまり覚えてないかな。ヨエ君は？俺は小学校の時ヒーローになるって書いてた笑わないでよ。ごめんなさい、予想外だったから。俺も昔はさ、そんなかっこいいもの目指してたんだなって。恥ずかしいよ。うんうん、いいと思うよ。ヒーローなってみてほしいな。からかわないでよ。クホンジさんは本当にないの？その反応はありと見た。なんだろうな。変な詮索しないでよ。当ててみせる。うん、じゃあ当てたら、ようえくんの言うことを何でも聞いてあげる。何でも？何でも。クホンジさんにあんなことやこんなことメイド服とか。ようえくん、よし、それじゃあヒントは2回まで。そうじゃないとフェアじゃないからね。仕方ない。それじゃあ何か専門的な職業とか。専門的といえば専門的かな。ミステイクだったか。専門的といえば、専門的。まだかな。小さい時の女の子の夢、その夢は今でもなりたい職業ですか？そうかも。まだかな。あ、やべ、マスキに買い物頼まれてるんだった。あ、残念。今回の勝負はまた今度かな。はっ、学校の先生とかどう？ブッブー、外れ。そっか、クホンジさんに合ってると思ったんだけどな。女教師、放課後、二人っきりの放課後。時間大丈夫？あー、じゃあね、クホンジさん、また明日。はい、また明日。私の夢はお嫁さんになることだよ。いつか叶えてほしいな。叶えちゃいます。叶えてください、お願いします。以上ですおー、今回神回じゃない、うん、神回ですかこれ。本当ですか？やったやったするね。キュンキュンした。キュンキュンしました。すごいよかったです。楽しい時期のあれですね。楽しい時期のあれですね。ちょっと私のことが好きなのか、いやでもどうなんだろう、わーって楽しいやつですね。
まあ、2年生だから進路のこととかね、うん、そうだからどこに行くんだろうなとか大学別れちゃうのかなとかいろいろあると思うんですけど、すごいなんか甘酸っぱい青春してますよね、すごい。いいな、妖艶。妖艶がいいな。いやもう、ありがとうございます。ありがとうございます。ももちゃんにね、言ってほしいセリフをもう言ってもらう。え、なんか、本当に、ぷっぷー、外れ。真似された。めちゃめちゃ恥ずかしいんだけど。煽ってますね、煽ってますね。すごい。ちゃんとキャラできてるわね。はい、ここでもう一個 YouTube 動画ありますよね、うん、そうなんです、あの新キャラクターそうですが登場します。清浄美和ちゃんっていう子です。はじめまして、城西美和です。自己紹介ですよね。緊張しますね。10月22日生まれ、天秤座 AB 型の16歳です。星野学園2年8組図書委員をしています。ようちゃんとは小学校の時からの幼なじみで、昔はよく妹のましきちゃんと3人でおままごとをして遊んでました。ようちゃんたちが転校してきた時はびっくりしたけどすごく嬉しかったかな。また昔みたいに遊びたいけど、今は放課後に図書委員の仕事とかお勉強とかでなかなか会う機会もできなくて少し寂しいです。だから遊びに来てくれた時は楽しくてつい時間を忘れちゃうんだよね。おすすめの本ですか？太宰治のビヨンの妻です。俺がギャルゲー世界でヒロインたちを武装する、略して俺武装。毎月9日目黒カフーにて生朗読劇、そして YouTube にて公開しています。チケット予約は推しの声優さんの Twitter をチェックしてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。城西美和でした。はい、ということで、俺無双のたくさんのキャラクターの紹介させていただいたんですけれども、はい、ここで最後に告知の方をお二人からお願いしてもよろしいでしょうか。はいはい、毎月9日ミュージックギャングで朗読劇をやりたいと思うんですけど、今の状況下ではできないので YouTube にて動画配信をしております。詳しく言うとボイス動画だけではなくボイスドラマも投稿しておりますので、うん、ぜひ皆さん俺無双びっくりマークで検索よろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。あ、そしてあと各キャラクターの演出者 CV のね、ツイッターもチェックしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひチェックしてください。詳細は当番組のメンバーブログにも載せていただきます。俺無双の朝比奈青音さんと矢野桃香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はリスナーの皆さんからの質問、お悩み、番組への感想、パーソナリティへの応援メッセージなどメールで受け付けております。アドレスは渋谷でドットレディオアットマーク gmail.com です。たくさんのメールお待ちしております。次回の放送は8月2日です。パーソナリティは4人全員、そしてゲストはシナノコウイチさんです。はい、ここでパーソナリティからも個人の活動について告知をさせてください。告知は今回は各種 SNS 見てください。はい、最後にゆきあの今だけ聞いていただけて、おーおー、聞いてお分かりしましょう。それではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。この手を離せ ここまで保ってこれたななんて、なんだか不思議だね。一人になることが